こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、プロの私物の T シャツ全部紹介というテーマで、皆さんに動画をお届けしたいなと思ってます。撮影日当日今日なんですが、最高気温39度を超えるということで、もうめちゃくちゃ暑いんですね。まあこうなると、さすがにおしゃれのモチベーションって下がるかなと思うんですね。まあ、僕の中でも、おしゃれをしたいというよりは、まあ、なるべく快適におしゃれを楽しみたいという気持ちの方が強くなるんですね。 まあそうなると、やっぱり強いのは T シャツの存在かなと思います。まあこの時期はですね、いろんな T シャツをですね、日によって変えながら楽しんでるんですが、そんな僕自身がですね、今季結構着てる T シャツをですね、今回ずらりと並べてみました。こちらをですね、まあ毎回恒例となっているんですが、まあ実際にこの場で着替えながら皆さんにご紹介をしたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。本当にね、いろんなテイストの T シャツがあるので、皆さんの気に入ったものが あればですねぜひコメント欄で教えていただければなと思っていますまあ、早速ですね数がめちゃくちゃあるので本編に入っていきたいなと思いますのでぜひお楽しみくださいそれでは早速行ってみましょうはいということでここからはですね実際に T シャツどんどん紹介していきたいなと思っているんですがまず1着目こちらですねまあ、先ほどから着てるものなんですが ビューティアンドユースと雑誌トランジットのですね、コラボレーションの T シャツなんですね。これ結構着る機会が多くて、僕の中ではハバナ T シャツと呼んでるんですね。僕はそもそもこういった白系の無地 T シャツに対してプリントしてあるものが大好きで結構コレクションしてるんですが、まあ、その中でも今季めちゃくちゃいいなと思っているのがこちらの T シャツなんですね。まずサイズ感から言うと少しゆったりめです。 僕は身長1 6 4センチ5 3キロで小柄なんですよね。そうなると、まあ、ジャストサイズで言うと S なんですが、これは展開が M からなので、こちらも M を着ています。ちょっと着丈も長めではありますし、身幅もゆったり、袖も長くてですね、ただ長すぎないぐらいのバランスなので、まあ、個人的にすごく気に入っているんですが、まあ、このですね、鮮やかなオレンジからレッドにかけてのグラデーション、僕の中ではですね、ちょっと珍しいカラーかなと思いますね。寒色系のブルー系のものが僕はも 持ってるもの多いんですがその中でちょっと夏らしいこういった暖色系のものもですね着るとちょっと気分が上がるんですね、まあ、ハバナの風景がこちらにプリントしてあるわけですがなかなかですね雰囲気が良くて個人的にも気に入っていますまあ、行ったことがない都市ではあるんですがまあ、いつかは訪れてみたいなと思っている街なのでそういった思いをですねこちらの T シャツに載せながらですね夏の着こなしを楽しんでいますちなみに今回の着こなしなんですが全てボトムスは同じものできますブラック系のイージーパンツですね これが何にでも T シャツに合わせやすいので、これをベースにしながら上をどんどん着替えていきたいなと思ってますので、まず1着目は、ビューティーユースとトランジットのコラボレーション T シャツでした。はい。まあ、早速ですね、もうこの場で着替えていきますね。まあ、このスタイルね、ちょこちょこと見慣れてる方も多いかなと思うんですが、ちょっとここで着替えていきたいと思います。もう一発撮りでね。もうマイクもここに貼っつけてるんですよ、いつも。こういったところもね。 皆さんにね、もう全部さらけ出してやっていきたいなと思います。で、続いてこちら。シュタインというブランドの T シャツですね。これも今季買ったものなので着てみましょうか。はい。 シルエット的にはね、こっちの方がさらにゆったりめになっていまして、まあ、ドメスティックブランドということで、まあ大胆なサイズ感になっています。確かサイズこれ最小のものだったと思うんですが、それでもかなりゆとりがありますよね。身幅がね、かなりですね、大胆に大きいんですね。で、素材感がですね、ちょっと光沢感があって、確かリオセルかなリオセルを使った素材なんですけども、まあコットンのものに比べると、ちょっと光沢感とドレープ感が綺麗に見えるような素材で、これまたすごく気に入っています。 まあ、ドメスティックブランドということで、まあ、やっぱり大胆なサイズ感の見せ方だとか、あとは素材使いですね。このあたりの変化が楽しめる T 列で、個人的にこれも気に入っています。また、プリントに関しては、先ほどと同じように白ベースに対してのプリントという形ですが、これは何なんですかねちょっと僕もよくわからないで買っているんですが、まあ、多分夜のですね、街並みで、ちょっとこう、ライトが照らされているような感じのプリントなんですが、まあ、ちょっとパキッとしたプリントの T シャツではなくて、 ちょっとこう、色落ちしたような感じのですね、汗感が楽しめるようなプリント T シャツになってるのかなと思いますね。これも1枚で着て様になるので、重ね着というよりは主にですね、1枚で主役になるような T シャツのスタイルができるので、非常に気に入っています。袖も長くてですね、結構この辺りが邪魔になりがちなんですが、まあ、非常にこう、生地自体が柔らかくて動きやすいので、なんかストレスのない着心地かなと思ってまして、こういった T シャツもですね、楽しんでいます。ちょっと値段が高いのがネックなんですが、 まあ、たまにはですね、T シャツ、主役級のアイテムなので、良いものを買ってみるのもいいかなということで、こちら今年買っていました。ぜひ参考にしていただければなと思います。はい、どんどん行ってみましょうか。ね、こちらにですね、T シャツを重ねてるんですが、どんどん山になっていきますね。はい、続いてじゃあ、色変えてみましょうか。ブラウンの T シャツですね。はい、ちょっと着てみましょう。これもですね、ちょっとなかなかシルエット的にはですね、 ゆったりめになっているんですね。はい。全然雰囲気変わります。ちょっとこう、大人っぽい感じになるのがわかるかなと思いますね。まあ、ブラウン系のカラーってやっぱりちょっとこう、失敗するとやぼったく見えがちなカラーで難しくもあるんですが、この色合いはすごく気に入っていますね。 こちらはですね、今季、ブーティーユースで購入したオリジナルの T シャツですね。どうでしょうかまあ先ほどのシュタインの T シャツに比べると、サイズ感は少しコンパクトですね。着丈も短くなります。ただ袖丈は結構長めで折り返してあるんですね。このあたりにですね、一つのアクセントができていたりだとか、あとは身幅もゆとりはあるんですが、この脇前の感じもですね、結構独特ですよね。はい。割と本体とですね、近い形でデザインされていて、 これもまたなかなか面白いなと思います。まあ普通にしてるとね、全然見えないんですが、まあかなりですね、細部にこだわりながら作られていて、まあなんといってもこのブラウンの色合いが好きなんですね。まあブラウンの中でも少しなんか紫っぽくも見えるような上品なブラウンで、やぼったくない、金よく見えるブラウンで、表面の光沢感も含めて楽しめるかなと思いますね。前と後ろで長さを変えてある点も含めてですね、なかなか作りが良くて、これも気に入ってきてます。まだですね、売ってると思うので、まあみな 皆さんもぜひこちらチェックしていただきたいなと思いますね。ブラックのパンツと合わせれば意外とやぼったくなくて綺麗に合わせられるかなと思うのでチェックしてみてください。はい。次は何行きましょうかね。いつもこうやって T シャツをね着替えていると脱ぎ方とか着方が独特だねとかって言われるんですけどもなんか癖なんですよね。多分着方もなんか髪型が崩れないように工夫してるのかもしれませんが。はい。次は何行こうかな。 ちょっとスポーティーな方向に行ってみましょうか。これはですね、今季購入したノースペースの T シャツなんですね。この着方が独特って言われるんですよね。はい。これですね。 はい。これもね、なかなかいいなぁと思います。まあ、先ほどと同じように、白ベースのプリント T シャツなんですが、やはりちょっとスポーティーな素材感なので、まあ、さらりとしていて、汗かいてもすぐに乾きそうな感じの T シャツですね。まあ、主に部屋着からランニングウェアとして買ったんですが、今年はもう夏暑すぎてランニング今してないです。お休み期間に入ってるんですが、まあ、非常に肌触りが良くて使い勝手のいい T シャツですね。まあ、白ベースで少しゆとりのあるサイジングですが、まあ、スポーティーなもんなので、 簡単なな大きさではないではいすジャストサイズのものもまあ、通常のサイズ感かなと思いますね。腕もそんなに長くないし、まあ、ベーシックな、まさに T シャツかなと思いますね。白ベースに対してプリント。まあ、ノースフェイスらしい、こう、山のですね、イラストなのかな写真なのかなちょっとわからないですが、そういったものがプリントされていて、モノトーンなので、割とこう、大人っぽく上品にまとまるかなと思いますね。まあ、肌触りがいいので、 これはワンマル的に使えるかなと思っていて、短パンで合わせて、もう、キャップをかぶって、そのままコンビニへとか、そういった形で使うことが多い T シャツですね。まあ、ノースフェイスもですね、結構ロゴの主張は強いものとか、まあ、ビビットなものも多かったりするんですが、これはね、なんか、ある意味でノースフェイスらしくないなというぐらいシンプルなプリント T シャツなので、個人的にも気に入ってます。まだこれも売ってると思うので、ぜひ気になる方はチェックをしてください。はい。続いていってみましょうか。はい。 試着とか着替えるのをね、結構体力使うわけなんですが、えー、次もちょっとスポーティーなもん行ってみましょうか。これはね、もう僕の中でアーカイブ的に残してるもので、もう2年から2年か3年ぐらい着てるかなというとこなんですけども。はい。これもスポーティーなんですが、どこかモード感の漂うですね。T シャツですね。はい。これ。 Y3 というブランドですね。幼児山本の Y ですね。はい。これもね、気に入ってきています。もうほんと2、3年前に買ったもので、当時はビッグシルエットだと思って買ったんですが、今見ると全然そんなこともないですね。袖もですね、そんなに長すぎないし、身幅もそこまでだし、着丈もね、決して長すぎないっていうことで、やっぱりこの数年間でも、 ビッグシェートというものがだいぶ定着化してきていまして、袖が長くなったりだとか、全体的なバランスはね、今の方が結構ゆったりとしてきてるのかなと思いますね。なので、当時は結構大きめだなと思って買ったんですが、今着るとちょっとコンパクトに感じるぐらいですね。まあ、Y3 という文字が入っていて、このあたりアディダスとか4時山本というですね、プリントが入ってるんですが、割とですね、こう、 スポーティーなんだけども、ブランドネームを出しながらもいやらしさが出ないというところも含めてバランスのいい T シャツだなと思いますね。最近もですね、奥さんがこれ着てることが多くてですね、僕が着ることは減ったんですが、やはり久々に着るとサイズ感がね、だいぶ変わってきたなというのを改めて実感しました。今買うんだったら、 これよりもワンサイズぐらい大きくしてもいいかなと思うようなサイズ感なんですが、なかなかこういった Y3 の T シャツもですね、大人の男性に似合いやすいようなシンプルなプリントがあるので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい。面白いもんですね。T シャツだとかサイズ感にもトレンドっていうのがあるんですね。全然やっぱり変わってくるのを実感していますね。はい。続いてはですね、じゃあこれいきましょうか。はい。 こういったちょっと綺麗な色の T シャツも着てみたいなと思ってまして、これはですね、今季皆さんにもですね、散々。 ご紹介してきました。グリーンレベルさんとコラボレーションして作った T シャツなんですが、これまたね、やっぱりバランスがいいですね。サイズ感がね、やっぱりちょっと面白いなと思ってまして、面白いっていうよりは、えー、細かな部分は調整したんですが、まずですね、袖の長さ、さっきの Y3 と比べてもですね、ちょっと長めになっています。ただ、ビューティーユースのブラウンの T シャツとか、あとはシュタインの T シャツってもっと大体長かったんですが、そうするとカジュアルさが結構高まるので、それよりは短いです。 ちょうど腕の関節に来るぐらいの長さにしていて、長すぎず短すぎないっていうバランスですね。で、丈の長さも、まあ、決してこう長すぎないし、身幅もですね、おっきすぎないっていう、まさにちょいゆるサイズというとこで、大人の男性にはまりやすいようなサイズ感になっていますね。このあたりのですね、やりすぎない大人っぽさってところは、まさにグリーンレーベルさんらしいアプローチだなと思っていまして、そしてこの色合いですね、ダークグリーンっていう色が、やっぱり綺麗なんですよ。オリーブだとかダークグリーン、 グリーンみたいな色っていうのはですね、まあベーシックカラーから少し一歩飛び出して、色の綺麗さを楽しむことができるので、着るだけでですね、ちょっとこう人との違いも出しやすいですし、かといって合わせは難しくないんですね。ブラックのパンツハイトキャゃもう形になってしまうので、このような色の T シャツもなかなかいいなと思いますね。非常にね、色の質感だとか上品な雰囲気が気に入ってまして、これもよく着ている T シャツなので、まあぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思っています。はい。 はい、じゃあどんどん行きましょうか。結構来ましたよ。次はですね、あ、これ行きましょうか。 ベージュの T シャツですね。これまたなかなかですね、個人的には気に入っているんですが、H Beauty and u というブランドですね。まあ、ビューティ y ユ u スの中でもちょっと価格帯が上がるんですが、割とこう、通好みのアイテムが多いショップで、僕も大好きでよく買っています。これは去年買ったものなんですが、ベージュとこう、ブラウンの間ぐらいの色味で、なかなかね、いいですよね。 なんか、遠目で見るとなんかこう、素肌感が感じますが、まあ、そのあたりも含めて、なかなか仕上がりがいいかなと思いますね。なんか、ブラウンとかベージュ系の T シャツが着れると、やっぱりね、ちょっと着こなしの幅が広がるんですよね。明るい色でもありますし、まあ、今はブラックのパンツを合わせてますが、あえてオリーブだとか、ブラウンの濃いものと合わせてですね、グラデーションとか、色味の近い感じ、やぼった色でですね、まとめるのも意外とバランスが良かったですので、この T シャツも気に入って、 今年もよく来ています。で、サイズ感は H ビューティアンデ d ースは結構大きいものが多いんですが、こちらはね、そこまでではないんですね。 袖も先ほどのグリーンレベルさんとのコラボのやつよりも少し短いぐらいです。で、身幅もそこまでフィット感はですね、太すぎない感じで、割と大人の男性にも似合いやすいようなサイズ感になってるかなと思いますね。これもね、すごく気に入ってよく着てる T シャツなので、まだですね、ベージュ系とかお持ちゃなかったら、一度試してみると、だいぶ気分が変わるかなと思いますね。ブラウンよりは明るさが出て、柔らかい雰囲気になるので、ぜひベージュ系の T シャツもトライをしていただきたいなと。 思っております。はい。続いて何着ましょうかね。うん、いろいろあるんですけどね。じゃあですね。まあ、これ行きましょうか。ライトブルーの下。 この爽やかな雰囲気の T シャツですね。これもね、動画の中でよく着るので、皆さんにもね、お伝えできてるかなと思うんですが、こちらは、えっ、ー、と、ユナイテッドアローズのオリジナルのもので、去年購入したものですね。このシリーズはすごく良くて、今季は白 T を購入しましたが、まあ、今期そういえば白 T まだ出してないですね。白 T を持ってくるの忘れましたが、まあ、ちょっとね、ベーシックなものの白 T のですね、動画は別で撮ってるので、そちらを見ていただきたいなと思うんですが、 このライトブルーのですね、爽やかで清涼感のある感じもなかなか素敵だなと思っています。サイズ感もね、少しゆとりを持たせて腕、長め。 見幅ゆったりめの着丈眺め。まあサイズがこれ確か M なのでワンサイズ上げてるんですが、まあ、これぐらいのサイズ感できるのが個人的には好きですね。まあ爽やかですね。こういったものであれば結構休日にですね、着るだけで人との違いも出ますし気分も上がりやすいかなと思います。まあ暖色系の色は僕あんまり持ってなくて寒色系が多いんですがまあちょっと表面の質感がですね、光沢感があってそこも含めて上品でいいなと思いますね。まあ T シャツは一枚着として主役なので、まあユニー 黒いロのですねエアリズムコットンなんかも非常にいいんですがたまにはですねちょっと値段を上げて質感を上げてみるのも気分が上がるのでいいんじゃないのかなと思いますはいこちらもですねご紹介が終わりましたということではい次は何行きましょうかもう結構少なくなってきましたねこのあたりで僕のところの T シャツも行ってみましょうかはいこちらこれね僕はプリント T シャツ大好きなので自分とこで作ってるものなんですがその中でも 気に入っててよく着てるのがこちらです、ねはい、これはね、えっと、プリント T シャツでどんなプリントをつけるのかって結構僕の中で悩むんですが、今回はね、奥さんと相談をして、奥さんに写真を選んでもらったのがこちらなんですね。まあ、抽象的な絵ではあるんですが、 え、ブラックをメインにしながら、ブラウンだとかブルーだとかイエローが入ってるような、すごくね、綺麗な色合いの T シャツに仕上がっています。これでサイズは M です。これ前のものに比べると、ちょっとサイズ感としてはタイトかなと思います。あえてですね、これはあんまりビッグシュエットに振ってなくて、袖も一般的な長さですし、身幅もう少しね、ゆとりはありますが、あえてワンサイズ上げてきてるわけなんですが、これはですね、1枚で着てもいいし、重ね着で着ることが多い T シャツなので、袖とかはあえてスッキリめにさせて させてるんですが、まあ、こういったね、ちょっとプリント T シャツでもデザイン的には落ち着いた感じを持って意外とないので個人的に作ったんですが非常に気に入ってます。はい、主にですね重ね着で着ることが多いんですが夏の一枚着としてもベーシックなサイズ感で使いやすいのでぜひチェックをしていただきたいなと思ってます。はい。いやー結構来ましたね。ここで何枚になりましたか。はい、まあぼちぼちね最後の方になってきましたが、はい続いてはですねこれ。 これはですね、去年買ったものなのかなだいぶ北をしてしまってですね、それなりにくたびれてきてるんですが、これはですね、ドリス・バン・ノッテンというブランドのプリント T シャツになります。はい、この大胆なグラフィックですね。白ベースの T シャツで、今見るとそんなになんかサイズ大きくないですね。やっぱり年々 ビッグシルエットというものに自分自身慣れてしまって、だんだんサイズ大きいものが好きになってきたような気がします。腕の長さは結構短めですね。こう比べてみると。丈もね、決して長くないし、身幅も大きくないです。サイズは確か 44S サイズだったと思うんですが、今だったらワンサイズぐらい上げて着るのも、 いいかなと思うぐらいですね。白ベースのデザインに対して結構大胆なグラフィックですね。人の横顔ですかね。その影の状態のものがプリントしてあって、色も最初からちょっとせたような感じになっているのが特徴的で、非常にですね、気に入ってる T シャツです。これもね、やっぱりなんだかんだで1枚で着ることも多いんですが、袖もですね、そんなに長すぎないので、上にジャケット着たいだとか、シャツアウター着たいだとか、結構ですね、 春とか秋まで使ったりするので、重ね着にも使いやすいのような T シャツですね。確か阪急メンズ東京で、えー、セール価格になった時に買ったんですが、ちょっとね、値段はしました。なかなかドリス版乗ってる T シャツって定価じゃ僕も買えないんですけども、セールになることでね、買えたんですが、まあそういった今時期はセール価格のものを増えてるので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもうまく活用しながら見てみるのもいいんじゃないのかなというふうに思ってます。はい。 まあ大体こんな感じですかね。まだちょっとあるんですが、もうさすがに色々と紹介しすぎたので、さらりと。グリーンレーベルの今季の T ャつもなかなか気に入って、こちらも着てます。フランスの情景ですね。これがプリントされたものもなかなか良かったですし、あとはこのような、 キャバンというブランド、去年買ったものですね。これもですね、なかなか気に入ってまして、ちょっとゆったりめのシルエットで、こちら、別生地がこちらに縫い付けられていまして、ちょっとビビットな葉っぱのイラストが書いてあるもので、これもすごく気に入ってきています。去年はこの2つをですね、めちゃくちゃ着ることが多かったんですが、こういったものがあったりだとか、あとはですね、ユニクロ U のエアリズム T シャツは、このパープルが結構気に入ってきています。なかなか1枚で着てもですね、様になるような色合いで、まあ、ベーシックで使いやすいので、僕自身も も気に入っていますという形で結構な枚数を 皆さんにご紹介させていただきました。まあ参考になるものもあれば、ならないものもあると思うんですね。なかなかマニアックで売ってないものもあるかなとは思うんですが、まあぜひですね、T シャツ買えるだけで夏着こなしって全然雰囲気は変わるかなと思うんですね。ちなみにずっとパンツ同じだったじゃないですか。ブラックのイージーパンツ1本あれば、あと上替えるだけで全然違ったアプローチができるので、ぜひ皆さんもですね、ユニクロもいいですし、グローバルワークだとか無重視だとか、そういったところでも結構手軽に T シャツは買えますが、 まあ、そういった価格帯を抑えつつ、ちょっとですね、価格帯を上げながら、セレクトショップのオリジナルだとか、ドメスティックブランドだとか、そういったところも交えながら、T シャツを楽しみながらですね、夏を過ごしていただければなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説したいなと思っているんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネートに関しましては、僕はもうちょっつ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方は概要欄からチェックしていただきたいなと思ってます。 またですね、なかなか動画を長く見る時間がないという方のために、オンラインサロンというものも運営しています。文章と写真ベースで、だいたい1分ぐらいでサクッと読めるようなですね、記事をアイテム紹介ですとか、コういうネット解説なんかでですね、1日5回ぐらいアップしてますので、そちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。